はい、皆さんこんにちは。それではやっていきましょうか。でですね、いよいよ今シーズン、あ、ここか、千葉マリンなんだ。なんだこれ、ここから始まるの？俺これやんの？これ、え、どういうことだ？終わりってどういうこと？これをやっていくのかな？千葉マリン俺やんの？どういうルールなんだ？ちょっとわかんないけど、まあいいや。じゃあ、ヤクルト戦ですね。福原は出せないんで、そうだな。そう考えると、弾きをちょっと下ろして、どうしますかね。神宮球場です。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。最後はヤクルトか。最終戦の模様をこれからご覧いただきます。連勝を狙うスワローズ、タイガースとの一戦です。この放送の、ヤクルトは、宮本和智さん。このお二方、何位だったっけ？5位か6位だよね。はい、よろしくお願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの2人。はい、私たちがホームランやピッチングの談話を聞いてまいります。今のね、リアルのヤクルトは2連覇だっけ。あと少しです。すごいチームになっておりますが、10勝10敗。お前頑張ったな。さあ、クライマックスに向けて最終調整頑張っていきましょう。さあ4球目。この頃のクライマックスってどういう感じなんだろうね。お、いいよいいよ。昨日ヒット出なかったんで今日はいいかな。あ、2塁行かなくていいよ。あー、盗塁できない。お、126、130はいかないんだね。惜しいな。結構100あ、これバントしとこうか。三塁に行って、犠牲フライで行ってみたいな、そういう流れにしておきましょう。手堅くね。で、アンディが勝ちポーンと。24本ね。あ、100打点やってんだね。あ、十分だね。3番4番が100打点と。だから今岡がな、もうちょっと頑張ってくれればっていうか、今岡は途中まで出てなかったんだよね。40本いかなかったね。今日3本打たないかな。いや、まあクライマックスに取っとけばいいか。あー、ダメか。残念。まあ、クライマックスだと今のはスクイズしてるんだけどね。で、今シーズン最後の能見ちゃんはどうなんでしょうか。やれるんでしょうか。小島はね、なんだかんだで試合にしてくれてましたよね。まあだから一回覚醒させれば、成長させれば、だから2回した方がいいんだよな。まあでも1年で2回ってむずいよね、多分。1回でそこそこいけるような感じのピッチャーを探した方がいいのか。お、ダブルプレー。ダブルプレーはいいよね。こんな感じでのらりくらりといってほしい。いい当たりじゃないな。いいところに投げたんですが、綺麗に打たれたね。今のは宮出がうまかったと。で、ラミちゃんがおとなしくしててください。あー、取れんか。これは1点入んのかな。のみちゃん頑張れ。超頑張れと。お、左か。竹内。お、これはいいんじゃない？おっしゃ。これはいい、能見ちゃん。じゃあ1点取りましょうよ、1点。鳥谷は、首位打者は無理でしたね。お、いいね。調子が良くなってるのかな。うん。まあ、2軍に落とす前よりは多分いいよね、これ多分ね。で、今岡がダブルプレーがあるんで、
なんかこの流れ多いよな、昨日から。今岡5番の方がいいのかな。いやまあ、とりあえず1回を打たしてみましょうか。打点59が低いよね。あ、まあでもな、3番4番が100だから。まあこんなもんなんかな。今岡の代わりがちょっと欲しいよね。いまいちパッとしないんだよな。3割打っといてパッとしないっていうのはふざけんなって話なんだけど。いや今のバントだったな。まあいいや。どうしようかな。鳥谷6番に戻すかな。これ最後なんで考えないとな。悩ましいな。でまあピッチャーは、福原から行くかな。福原、まあ、下柳、安藤と右左右で行きましょうか。で、あとがどうするかは運ゲーなんだよな。あ、でも立山さんいるか。立山さんがのらりくらりとやってくれれば。で、4人いるでしょ。で、あとはそうだな。あと誰がいる？まあ、勝ったやつ順番に使っていった方がいいのかな。まあ、この試合の後に、今シーズンの成績を軽く見ていきましょうか。確か安藤が19勝ぐらいしてんだよね。アウトになった。で、次が福原かな。で、下柳で、その後が誰なのかっていう。全然見てないな。意外と誰なんだろうな。でも10勝ないんじゃないかな。ってことを考えると、杉山とか、でも杉山な、前回のがあったんで、ちょっとね、ないかな。杉山ないかな。おっしゃ。これで、二塁確定で、1点欲しいよね。あ、間違えた。あ、盗塁か。盗塁したよね、今ね。今、盗塁したよね。したよね。オッケー、危ね。今何にも考えずに指が動いてたわ。で、藤本ちゃんが1本ヒットが欲しい。戻ってから1回もヒット打ってないよね。打ったのかな。打ってないような気がするんだけどな。お、ファーボール。これは美味しいな。ワンアウトだから、でもまあ、打たせるしかないか。これはダメですね。よくないな。月間 MVP になってるね。あ、これポテンヒット来たよ。来た。これで1点なんだよな。5点ヒットゲームなんだよな。しぶといよね。で、鳥谷がもう1回頑張って打ってくれれば、調子が戻ってんのかなっていう。まあ、左じゃなければ、ダメだね。まだ戻ってないな。4割の頃の鳥谷を知っているんでね。物足りないよな。4割あれずっとキープしてたのおかしいよな。で、リグスが怪我してたよね、この前ね。治ってんだよな。リグス打つんだよね、結構。ほら。結構めんどくさいんだよな、こいつ。
いいバッターだよね。で、宮本は2割2割7分ぐらいだったよな。あ、高いけど、まあ、いいのか、今の。打たれそうなんだけど。頑張って。横へ曲げてきました。カウント2-3。さあ、今度はどうだ。いけるか？おお、え、今のボールなの？マジで？嘘だ。今の入ってんじゃないの？これ3、あ、これファーボール、これ。何なんだよ、お前ら、マジで。杉山も、能見ちゃんも、みんなこれだよな。危ねえな、マジで。怖くて使えないよね。で、今岡が絶不調な、あ、違うわ。ヒットは打ってんだよね。ただ、ランナーがいるときにヒットが打てないっていう、一番ダメな感じになってんだよな。誰か、得点圏打率高いのいないかな。今岡、勝負強くないとな。マジで、足遅いだけなんだよね。微妙なんだよな。誰かいないかなっていうところだけど、まあいないよな。鳥谷でもあんな感じなんで、まあそうそういないよな。贅沢な悩みなのかな。ショートが下がります。ちょっと引っ掛けましたけど、変化球でしょうね。で、能見ちゃんがどこまで頑張ってくれるのか。今日奪った三振の数は2となっています。さあ、2球目。これ今日良かったら、クライマックス使ってもいいよね。まあ今、フォアボールしまくってるんで。ちょっと出したくないんだけど、ミノルちゃんでもいいんだけどな。ミノルちゃん、スタミナがないんでね、使いづらい。あ、でもな、立山さんもないんだよな。まあ、使ってもいいのか。あ、打ってくれたんだね。これはラッキーだったね。ボール先行しまくりなんだよな。で、ピッチャーに打たれたら終わり。お、いける？スライディングしてる。で、能見ちゃんから。イケメンなんだよな。お、これファーボール、ファーボール、ファーボール。あ、でもファーボールだとめんどくさいな。あ、うまいな。能見ちゃん、バッティングいいよね。で、赤星が、どうかな。ランナー変わる感じだ。あー、これはダメか。さすがに3連続ヒットは無理か。じゃあ、まあ、藤本ちゃん、自由に打っていいよ。ヒット1本打たないかな。あー、まだか。まだ1本出ないね。そしてここまで1点を与えています。次が3球目。低いボール。アンディも今日はダメっぽいな。とか言ってたら勝ちコーンってたまにホームラン打つんで、ね、変えるのもちょっと考え、ああもう3ボールばっかりだ。キャッチャー変えてみるかな。あーでもな、打ってくれてるからまだこれはいいのかな。これはまだキャッチャーも変えない方がいいのかな。カウントそのままツーエンドツー。どうですか。お、ストレート、まっすぐがズバッと決まりました。ズバッといった。
で喜んでたら勝ちポン行かれるんで気をつけてね。無理しなくていいよ。お、入った今の。あれ入んないんだ。さっきからあれ入んないよね。アウトコース、スライダーが入ってないんだよね。あ、取った。おお、取れるんだ。やるね。なんだかんだで6回まで来たな。あ、これは内ごろカウント的にいいよ。これ誰かに似てんなと思ったら、これゴンザレス、福原と同じモーションだね。投球モーション見て、これ構えから全部同じだよ、これ確か。福原こんなんだったよね、確か。決まった、三振。これはボールに反応できません。モーション同じだったら結構あれじゃないの、成長させたら似たような。あ、でもな、スキルがあるから違うのか。ファーボールとかね、一発病みたいなのとか、ああいうの持ってるのは使いたくないよ、ないけど、でもどうなんだろうね。持ってなくてもファーボールしちゃうからな。結局あんまり関係ないのかな、あれ。お、見るね。打て、ホームラン打て、ホームラン。ツーアウトから出てもな。今日はリンちゃんどうなんでしょうね。この前ホームラン打ったよね。忘れた頃にホームランを。お、あー、セカンドいい位置にいたな今。さて、そろそろ能見ちゃんが、あ、青木出てきた。やはり先発で使ってもらえない青木さんと。めちゃくちゃ打つと思うんだけどな。スタメンで使ってもらえないよね、なかなかね。これはどう考えても古田監督と仲が悪いんじゃないかと。俺一人で思っているんですが。あと誰だっけ、前田もそうだよね。先発で出てないし、他にもいるんじゃないかな。押されてる。すごい人。こんなに出さないんだったら、うちがね、もらうんだけど。まあでもどうかな。今だったらあれだな。中日の井上とか欲しいよね。中日の井上、森も。5番あたりに置きたいよな。今岡と楓くんないかな。さすがにダメか。あー、打たれるね。さすがにもうダメかな。まあまあ、でも頑張ってるよね。なんだなんだ。あ、もう98球なんだ。これもうダメか。変えた方がいいのかな。まあでも左で来てるから、抑えればいいんじゃないの。抑えろ。あー、美味しい。で、100球超えたら多分、やっぱちょっと乱れてくんのかな。お、向こうは先に。高井はね、なかなかいやらしい投球するんでね。これはあれかな、長打で行った方がいいんじゃないか。そろそろ2塁ぐらいにランナーが出たら、勝負行きましょうか。いやー、いいね。高いあんまり打てないよね。岩崎っぽいよね、投げ方が。で、能見ちゃんどうしようかな。まあもうちょっと頑張ってみる。7回まで投げれるんだったら全然ありなんだけどな。ただな、ファーボールが多いんだよね。で、この前、系統、前回だっけ、系統思いっきり失敗したよね。あ、そうだ、系統、誰だっけ、誰か入れたよね。
金沢さんね、うん、どうでしょうね、接戦に強いらしいんで0対1は接戦なんじゃないの、頑張ってほしいところですが、どうでしょうかね、やれる、やれない、お、シュート持ってんだ、全然見てないからわかんないけど、133で大丈夫かな、この展開で打席が回ってきました、ニアド、さあバッターボックスです、これはやばいんじゃないか、大丈夫か、さあ3投目、ちょっと高いな、飛びました、一塁に送ります、一塁アウト、ランナー三塁で進めました、ちょっと高いな、危ないな、これ大丈夫か、これラミレス、いやまあやってみるか、金沢さんがどの程度のものなのか、これで分かりますよ、やれる男なのかどうなのか、やれない、やれない男でしたね、今のところを抑えてくれると助かる、お、そんなん持ってんだ、じゃあさっき使えよ、それ、それをさっき使いなさいよ、何してんの、ガッツポーズしてんじゃないよ、ラミレスを抑えろって、面白いな今の縦すら、いいよね、持ってんなら使えばいいのにな、お、あ、惜しい、まだヒットが出ないな、藤本まだ寝てんだよね、クライマックスに間に合わないね、これどうしようかな、関本と変えるかな、もう今日はアンディはダメかな、5回の3打席目セカンドゴロに終わっています、3投目、関本調子いいから使いたいんだけどな、まあでも守備が藤本の方がいいんで、うーん、2番ってことを考えたら、まあバントとかもあるから、うーん、関本は6番っぽかったよね、なんかいい感じなの、おヒット出た、まあ1本出たんでいいんじゃないでしょうかね、じゃあまあアンディはお役ごめんで、いやまあどうしようかな、まあでも変えとくか、さあタイガースファーストにダイソー、そうだな、これでヒット打ったら次で勝負にしましょうか、ヒットのランナーを許しています、打てる、打てない、どう、打てない、打てんか、ルイリツさん400号ホームランは打順が回ることになれば、堀谷はどう、そして次のバッターを迎えます、調子いい悪いどっちなの、お、これファーボール、カウントはまだフルカウント、おー、ファーボールなんだ、へえ、これで2塁1塁です、ここで今岡、じゃあやってみる、今岡お前やってみ、ここが勝負、男を見せてくれるんでしょうか、バッターは6番今岡、さあ頼む、取っていけるんでしょうか、カウントは変わりません、2エンド1、おお、強い当たりだ、この打球は、ああ取りました、これで3アウトチェンジ、さあスワロー、この後終わった、タイガースここで3番手ピッチャーに変えます、中村康弘、今シーズンの登板数が15となっています、さあそのピッチングはどうか、じゃあまあ中村さんもちょっと投げさせておきましょう、田中博康、今日はまだ塁に出ていません、2球目、高めのボール打ちました、左への打球です、これはサードが出ます、ワンアウトです、金沢どう、微妙だったかな、バッターボックスに入っています、あと誰がいる、できました、
いないよな。右がな、ちょっと欲しいんだけどな。これといったの、まあ藤川とか久保田頑張ってもらうしかないか。まあ、それで行くしかないね。いや、でもジェフが最終的に頑張るかもな。一応上げとっか。最後の最後でやっぱりジェフやったねっていう展開があるかもしれない。ないかな。これ取れる？オーケー。うん、中村さんしっかりしてたね。あ、慎吾。最終回、同点という場面でマウンドに上がります。で、凛ちゃんはさっきヒットを打ちましたね。うん。9回の表、タイガース。じゃあ頑張ってみ。さあ4球目。腕、ホームラン腕。変化球決まった。最後はインコースに来ました。見逃すのはやめましょうよ。そうだな、もうここは変えていくしかないか。そうですね、浜ちゃん、まあ、檜山から行った方がいいか。檜山が打って、ビビって左に変えて、みたいな。そういう風になんないかな。あはは、檜山ダメだね。で、中村もお役ごめんと。いや、まだ早いか。あ、でも浜ちゃん入れとっか。ホームラン打つんじゃない？頼む。やれんじゃないの、お前。お前ならやれる。ファーストへ送ります。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。これはダメだ。頼む。最終戦延長じゃないだろうな。まあでも延長じゃないと勝てないのか。まあ、もしかしたらここら辺ね、もう間カットしてるかもしれないよね。11とか激渋だよね。お、久保田どうだ、調子いいのか。この前、この前いつだったっけ、打たれたよね。違う、フォアボール出したんだ。久保田はフォアボール多いからね。で、ランナーを出してラミちゃんでどうなんでしょうか。今シーズン最後はホームランで終わるのかな。ファーボール、ファール。どうだ、抑える。おお、すごい、ごめんね。ホームランでは終わらないね。ウボタもう変えようか。次で終わりなんで、だからそうだね。5点ヒットいきましょうか。5点ヒット高橋で流れをつかみましょう。頼む。うわ、めちゃくちゃいい当たり。シューターいたっけ。待てよ。そうだな、代打、シューター、キダゴ、キダゴ。藤本、まあ赤松じゃないわ、赤星次第か。赤星がやってくれるのか。おっと、これはワンチャン。これバントした方がいいな。ノーアウトで一、二塁で、ということはどういうことですか。一番手堅い方法が見つかってしまいましたが、これでいいのか、俺たち。
いいんです。取って一塁に送ります。送りバント成功。アンディだっけ。これでワンアウトになりました。あ、関も、あ、これしかありません。頼む。そして打順はクリーンナップへ。関本、そのバッターボックスとなります。ちょっと両チーム得点ないですからね。もうこれしか点を取る方法がありません。はい、ここで点が入るかどうか。ゲームに大きく最初にスクイズやっとけよかったな。おっしゃ、ファーストが抑えます。一塁楽々アウトです。最終戦に俺何やってんだよ。延長戦1点をリードします。今シーズン最後に俺は何をやってんだ一体。で、金本に勝ち込んと花火を打っていただいて、藤本じゃないくて藤川に抑えてもらう。あ、首が欠けてる。首がないわね。怖っ。藤川に抑えてもらって終わりと。なんだこれ。当たっているバッターに回ります。あー、鳥谷か。じゃあまあ鳥谷で何でもいいよ。注目のバッターボ打つなり、あ、これファーボールじゃね、これファーボール。今日当たってますからね。はい。ストライクに苦しんでいます。何やってんの、木田、お前。で、今、あ、これ、今岡で最後ってこと？じゃあやってみ、今岡。そして6番、今岡。さあ、バッターボール。調子を取り戻して、クライマックスに行きましょうよ。頼む！はい、ここは変化球打って、やった。久しぶりに打点入ったんじゃないこれ。オッケーオッケー。1点取ったらこんなもんだね。木田が全てを壊してしまいました。あ、五十嵐来るんだ。で、まあ凛ちゃんはもういいかな。最後木田号を出しておきましょう。よし、打ってみろ、お前。代打ですかね。そうです。なんだかんだ期待して、いろいろ使ってみましたが、お！守備シフトがよくわかんなくてヒットになった。まあ、でももういいよ、お前ら。打たなくていいわ、やっぱり。もういいわ。よくやった、よくやった。よくやったんで、もう終わりましょう。この回、勝ち越しを許しています。加納ちゃんも、加納ちゃんはまあこんなもんでしょう。さて、最後は藤川で締めて終わりましょう。タイガース、ここもピッチャーを変えます。藤川、4点リードの展開ですが、ここで投入します。さあ、最終回きっちり抑えるのか。頼む。12回の裏、スワローズの攻撃。この延長戦、青木途中から出て4打席目ってやばいよね。この場面はどうしても、ファーボール。まあ 2,3 点取られていいんだ、気楽に行ってくれ。キャッチャーの要求は、で、始まる前にあれだね、体調コンディションをちょっと上げておかないとダメかな。ダブルプレーは美味しいよな。マナカ打ちすぎ、4本打ってるじゃん。最後に美味しい思いできたね。オッケー。いやー、グダグダしてしまいましたが、終わり良ければ全てよしと、ということで今シーズンは見事に勝利で幕を閉じました。はい。で、どうなったんだっけ。久保田が4勝になったんだ。なるほど。で、まあ、能見ちゃんが途中まで、まあ、試合を作ってくれましたね。よかったんじゃないでしょうか。まあ、でも、フォアボール多かったね。ここが良くない。で、日程はどうなってんだ。で、これが、あ、違う、これ、千葉マリンとファイターズの試合なんだ。俺の試合はどこになるのこれ。
俺の試合はもうないの、これどういうことなん、もうこれで終わりなのかな、このどうなってんだ。まあいいや。で公式で個人成績を軽く見て終わりましょうか。で安藤が19勝、福原が17勝、下柳が14勝、あで立山さんが9勝、あジャンなんだ。4人以外は微妙なんだよな。久保田先発でいいんじゃねえかって気がしてきたな。久保田一回先発回してみるから、マジで。まさかの。で、個人は打率が赤星で、金本が3割4分4厘。アンディ、あ、アンディも結局頑張ったね。ああ。今岡もまあまあと。で、ちょっと待ってよ。233ってやばいな。で、本塁打が、違う違う。本塁打どれ？あ、これか。36、26、24、16と。まあまあかな。鳥谷がまあ途中まで頑張ってくれて、で途中から金本が安定して打ってくれましたっていう、そういうことですね。で打点が、今岡が思いのほか低かったんだよな。まあそんな感じでしょうかね。はい、というわけで今回はこの辺で終了。お疲れ様でした。